本日はよろしくお願いいたしますおはようございます花見屋和虎を演じました村上ですお久しぶりですもしくは初めましての方もいらっしゃるかもしれません大変長らくお待たせしてしまいましたが、えー、こんな今日という日を迎えられて 嬉しく思っておりますよろしくお願いしますお客様の前に立たれた今のお気持ちってどんな感じですかそうですねあのー、やっぱいつかといつか一緒にこの作品で舞台立てればなっていうのはまあ思ってましたしまあそのまあ連絡も取ってた中でもちろんその 元気そうだなと思いながらただあの僕付き合いも長いので僕が17の時から虹、まあ、郎は一緒にいろんな作品出たりしてきた中であの実はこの「リベンジャーズ」という作品で一緒になれたことを自分が主演でやってる自分のこの映画に虹郎が来てくれることっていうのはすごいそもそも感慨深いことだったのでまあ 改めて今この自分の横に虹郎がいてくれるっていうのは嬉しいですしまあ正直もう「リベンジャーズ」について話し尽くしたんで話すことがないという感じではあるんですけどごめんな <laughs> ごめんな話しすぎたんだ俺らう,、ね、うんでもで、ね、あの本当に素直に嬉しいですはい ありがとうございます。吉田さんも村上さんとは以前親友役で共、はい、演もされたこともあ,る、ね、ありで、ね、そんな村上さんとこうして歌い拶に立たれるというのはどんなお気持ちですかいや嬉しいです。はい、やっぱり、ねまあ、皆さん映画見ていただいたんでわかると思いますけど、やっぱりマイキーとしては、やっぱり一番こ,うこの作品の中で思いがある人間 なったし僕個人としてもやっぱりこう虹郎が演じたカズトラとのこのバチバチみたいなものがあのメインだったので現場ではなんかまあそういう話がようやくできるのかと思いつつ、まあ、僕もいろいろ喋りすぎてきたので、うん、今日はもう虹郎にいっぱい喋ってもらおうっていう回ですかね。 僕らはうなずいてるだけかもしれないです、最後までマイク使さんマイクお願いしますだあったあったね、持ってないみたいな、メディア久々なんですよね、そりゃそうだ、そりゃそうだ、本当に客席からも、村虹郎君をお帰りなさいというメッセージもたくさんありますけど、村上さん、こうして今、お二人がお話ししてくださって、どんなお気持ちですか。 いやなんか本当に多分、ね、こ,んこの日がないはずの日が、えー、こうやって生まれてもう事務所の人たちとかとも、まあ、どうにか「リベンジャーズの、ね」あの舞台説折できればいいねみたいな話、まあ、舞台説じゃなくても何,何でもいいんですけど何かしらでこうギリギリでも助力できればっていうか参加できればなっていう話は。 たびたびしてたんですけど、うん、本当、まあ、言い方あれですけど、最悪1人でもみたいなところはあったので、ここにね、お2人も来てくれて、かなりありがたいです、本当にあの、あなんていうんですかね、久々のメディアだし、久々の人前だし、緊張する部分はありますけど、すごくやりやすいですね、今日は。 あなんしみり感なっちゃったほうあのお二人とテンション変えます元気系でいったほうがいいですか今日封印したいとなんかあんまりこうあなたは今日何も気にするなあ本当ですか何も気にしなくてもう何も気にしなくていいんだ俺たちがよたたかれない俺叩かれない大丈夫叩いてきたいと叩たたきつぶすからちょっと頼んでいいぞ大丈夫大丈夫三百巻ってすごいですよねだって本当はもうそんなにねリベンジアズ自体は まあ一部公開されてると思いますけど結構ねもう閉じてたとは思うんですけど僕のために僕のためにだけではないでしょうけど本当にえありがたいですいや本当になんかしみるんですよね久々にこういうところにいるのでこれだけやっぱり目の前に人が来てくれているっていう状態とかがわあってなるんですけど え僕の何て言うんですかね半年1年弱、えー、こう停滞してたというか瞑想してたというか、うんあのまあ、時には暗い時間もあったんですけどその時の自分の状態から考えると本当に今日という日は奇跡的な、うん、この日が来るかわからなかったけどもああ こういう日も来るんだなっていう感覚ではずっとありますね、えー、本当に皆さんのおかげですねありがとうございましたありがとうございますでは吉沢さんお願いしますはい、えー、本日はありがとうございました この映画を見てくださった皆さんはもう本当に多くの方が「やっぱカズトラ」がすげえなと「村上虹郎」最高だなと思った方がたくさんいると、えー、思いますし、えー、皆さんにとっても、えー、幸せな時間になったんじゃないかなと思います、えー、僕もすごい楽しかったですそうですね「東京リベンジャーズ」ね、公開2ヶ月たって ねえこんなたくさんの方来ていただいてね。ねちょ。マジで言うことなさすぎてどうしましょうって感じなんですけどいやいいんですよ、僕なんてね僕の話なんていいから本当はもうちょい虹色に、ね、しゃべっていただきたいんだけどね,ねありがとうございましたねありがとう <laughs> <し>ありがとうございますそれではファイナルラン舞台挨拶 村上虹郎さんもお迎えして最後北村匠海さんに締めくくっていただきたいと思いますはいあの本当に今日はありがとうございましたあのそうですね本当に感慨深いです僕もあの今でも思い出すのは「リベンジャーズ」の撮影が始まる前にたまたまスタジオで虹郎と会ってお互い別の作品やっててでこうんでか分かんないけど 自分の組じゃなくてこっちの組で飯食ってる虹郎がいてなんかその時からまあリベンジャーズの話はしててあのすごい僕自身もそのカズトラというキャラクター虹郎しかいないと思ってましたしその虹郎がここまであの背負ってくれようとしてるっていうのをまあその時感じてました僕は。 現場で撮影が進んでいく中でまあ顔を合わせることも増えたりして本当にすげえやつだなと思ってたしあの自分が主演の作品に古くからの中の虹郎が来てくれて本当に嬉しかったですしだから,だからこそこういうあの場には虹郎が出ると言うならば虹郎があのやりたい形で望む形でなんかその横には絶対いたいなと思って今日が。 あるんですけどあのー、無事僕も虹郎の声聞くのはね連絡はずっとってたけど久々だったんでなんかみんなと同じ気持ちでまだまだ虹郎の話聞きたいなとかねお寮と僕はもう同じ気持ちでもいや虹郎に,にもっと話させてあげたかったなとかちょっとふざけすぎましたが、えー、思うんですけど「あのーまあ、リベンジャーズ」最後の舞台拶ということで本当に300巻以上の今 ライブビューを見ている皆さんとそしてここにお集まりいただいている皆さんあの、本当にありがとうございました、えー、この作品を愛してくれて本当にありがとうございます、もう走り切れた、まだまだ映画は公開される場所はありますが、えー、もう本当にラストこの3人でゴールテープを切れてよかったなと思います。はい、本日はありがとうございました ありがとうございました。以上で映画「東京リベンジャーズ2地のハロウィン戦」決戦大ヒット御礼シリーズ完結ファイナルラン舞台挨拶ライブビューイングを終了させていただきます。